ちももです。今回は謎のものが届いたので、そのものを紹介したいと思います。昨日の26日かな、その何かの発送通知が来て、で見たことない会社から発送通知が来てて、それで今日27日に届いたんですけど、全く何か分かんなくて、取扱い注意とか書いてて、何かすごく気になるんですけど、私クーのトワイスとコラボした時のキャンペーンでマグカップを当てたんですよね。あの1000名様限定でマグカップが当たるんですけど、それでもしそのマグカップだったらいいんじゃないかなって思います。一応取扱い注意と書いてるので、でもこんなに大きいかな。はい、では着ていきます。じゃあ、クーじゃん、クーだ。あ、クーだ。え、待って、やば。え、こんな大きかったっけ。クーや、クー。え、こんな大きい。お手紙も入ってました。はい、このような感じに、第1弾クー&TWICE コラボグッズプレゼントキャンペーン第1弾ですね。やば、こんな大きかったっけ。ちょっとこのお手紙、このお手紙も大切に取っておきたいですね。じゃじゃーん、梱包綺麗ですね。うわー、すごっ。え、これ2つ入ってんのかな。2つは入ってないよね、さすがに。あ、ピア、あ、2つついてんだ。オリジナル蓋付きピアマグカップ。2人で使う人いないな。かな。うわー、 YouTube で一番最初に紹介することになるのかな。それだったら嬉しい。いや、ピアなんだ、嬉しい。まずこっち、じゃじゃーん。あ、ホームにいる。あ、みんないるかみんないる。オレンジかな。ナヤンちゃん、サナちゃん、ももちゃん、ジュエンちゃん、レクー、あ、かわいい。つゆちゃん、みーたん、ちひょちゃん、たひょんちゃん、ちゃんちゃん。こっち、これなんだろう。こっちなんか、子供っぽい。子供っぽいっていうか。じゃーん、じゅんやんちゃん、さなちゃん、ちひょちゃん、みなちゃん、なやんちゃん、ちゃんちゃん、つゆちゃん、たひょんちゃん。な、つゆちゃんとみーたん、似てない？で、ももり、あ、最後ももり。で、くーですね。じゃじゃーん、ペアなんだ。そっか、ペアか。はい、蓋付きピアマグカップが当選いたしました。はい、ということで蓋付きピアマグカップについて説明をしていきたいと思います。今クーとトワイスのコラボキャンペーンがやっていまして、クーとトワイスのボトルが発売されてるんですけど、全18種類あって、このボトルの QR があるんですけど、 QR を読み込むとコラボグッズが当たるんですよね。ちょっとクーのボトル持ってきます。はい、今隠してるんですけど、ここに QR があるので、この QR を読み込むとキャンペーンに参加できます。で、1日1回挑戦ができます。と、まずラベルに記載の QR コードを読み込む。はい、これですね。で、ログイン後抽選に参加。で、抽選に参加して当たりが出たら豪華商品がゲットされます。で、第1弾はこの蓋付きピアマグカップだったんですけど、第2弾はバスタオルになります。バスタオルも第2弾1000名様限定で当たります。6月1日から9月30日23時59分までやっているので、ぜひ皆さんクーのボトルを買って参加してみてください。はい、で、外れてもオリジナル壁紙がもらえます。キャンペーンをシェアするともう一度挑戦ができます。シェアする場所はツイッターなのでシェアができます。じゃじゃん、こちらになります。バスタオルもかわいい。はい、で、クーって調べると、はい、ここに出てきます。で、なのでこれを押すと、じゃじゃん、さっきのところに行けて、今コロナウイルスが流行っているので、はい、こんな感じにお届けが遅くなっているんですけど、第1弾のキャンペーンは終了しましたので、今回届きました。もうこのマグカップのキャンペーンはやってないんですけど、バスタオルが欲しい方はぜひ参加してみてください。はい、ということで、このマグカップだけで終わりそうになったんですけど、まだなんと入ってました。じゃじゃん、はい、このような感じに下に何かが入ってます。じゃーん、はい、ここに書いてあった蓋付きピアマグカップ。あら、同じ。あ、でもちょっと色違う。
はい、なんと蓋もついています。じゃじゃん、蓋ですね。はい、なんとこの蓋もついてました。なんかもう普通にこのマグカップどちらか一つで、あとのこういうものは全然予想してませんでした。こんなに豪華だったとは。はい、ということで今回はトワイスとプーがコラボしているコラボグッズの紹介をしました。今回もご視聴いただきありがとうございました。皆さんはトワイスとクーのコラボキャンペーンやってますか？マグカップやバスタオルは当たりましたか？ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。